君の脳に直接届く、プライムです。というわけでね、銀城さんっていうね、ちょっとばかしうさんくさい人が入ったわけですけども、私は銀城さんと一緒に廊下の奥まで進んでいった。ここです。また、あれかな?ゴワー。ここ、ほら来た、ゴワここ当たり前のように、ウォーピクチャー。なんだ?あれ。近づいて確認すると、貼り付けにされ、胸にナイフを突き刺された人が、頭を垂れていた。ひどい。ボロボロの衣服に腐食した皮膚。一目で死んでいるということはわかる。すさんな、これなんて読むんだ。すごさんな光景に、思わず目を背けそうになる。怖っ。うわぁ!生きてるのか?また、音量が…音量?まさか、そんなものが…銀城さんは信じられないという顔をしている。無理もない。私だって未だに信じられない。というより信じたくない。ただ無理やり理解するために音量がいるということにしているだけで。これは何?なんか一時的に発作が来てるみたいな雰囲気だね。ナイフが刺さっている部分に何かが書かれた紙が一緒に刺さっている。あの書いてあるね。この男が有罪だと思うのなら罰を与えよう。指を折り罪に対する苦痛を与えよ。この男が無実だと思うのならナイフを引き抜け。ただし罪を犯した者は恩を忘れて救助者に襲いかかるだろう。なんだこれは。有罪だとか無実だとか何を言ってるんだ。銀城さん、先に進むためにはこの問いかけに答えないといけないんだと思います。え、どういうこと。もう銀城さんまだこういうのやってないんだね。何度か似たようなことがあったんです。人形の手足を合わせたり赤ちゃんの人形をすり替えたり、先に進むための課題というか障害というか。それじゃあまるでゲームだ。馬鹿げてる。私もそう思います。ですがどんなに馬鹿げていてもそれが事実なんです。わかった。どうやら上城さんの方が詳しいみたいだし従うよ。それで何をしたらいいんだ。この人が有罪なのか無実なのかを判断するための何かがあるんだと思います。まずはそれを探しましょう。わかった。なら僕は向こうの方を探してみるよ。そう言うと、銀城さんは別の場所に向かっていった。私はもう少しこの辺りを見てみよう。これは?早速紋章のカードを見つけた。どうしようか。もうこの人には関わらなくていいのかもしれない。ん?いやでも言っても何もせずに出るはあれじゃない?もうちょっと調べようよ。まだこの部屋にいる。もしかしたら他にも何か使えそうなものがあるかもしれない。念のため確認だけしてみよう。うん。これは?冥府のものを持ったまま外に出ることはできない。そして冥府の扉の前では後ろを振り返ってはいけない。掟を違えば死の誘惑からは逃れられない。はあ。冥府のもの、何のことだろう。紋章のカードのことかな。
気の弱い男だと思っていたが、案外に強情なようで、かたくなに罪を認めようとはしない。不眠不休で歩かせてみるが、膝は折っても心は折れないようだ。ならば本格的な拷問にかけることにした。まあ、この男のことだね、多分ね。指を2本折った段階で自白すれば許してやろうと持ちかけたところ、ようやく自白に至った。あの二人には私の言う通りに証言する見返りとして、望みを一つずつ叶えてやっている。これで準備はすべて整った。うん。紙がいっぱいあるな。罪状、この者は同室の者、過去研究員 A を脅し、金品を盗み出した罪により、ここに貼り付けに処されるものである。なるほど。研究者を殺しちゃった。研究員 B から証言を得た。それによると、B は A と部屋が隣の関係にある。就寝前に隣の部屋から何やら物騒な音が響き、少し扉を開けて廊下を覗き見ていた。様子を確認していると、A の部屋から男が出てくるのを目撃し、その手に盗品が握られているのをはっきりと見たとのことだ。その後、B が A を確認しに行くと、押し黙る A の姿があった。A は頑なに何もなかった旨を主張していたが、頬に殴られたような跡があったのだという。B と男との関係は薄い。唯一の接点は、B 専属の使用人が不在の際、B 専属の使用人に頼まれた使用人 C、かっこ男専属の使用人が B の部屋も担当することが数回あった。なるほど。男専属の使用人が B の部屋にも来たってことか。何回か。その縁もあったのか、男が罪人となった現在、C は B 専属の使用人として働いている。あそこのパイプが一応あると。B と男は知り合いではあったものの、たまに挨拶をする程度で、本人同士の関係はあまりないようだ。使用人 C から証言を得た。難しいな、これ。それによると、C は男の人柄を高く評価していた。うん。夕飯後に B が A の部屋から出てくるのを目撃した日。日課になっていた、夕飯後に B が A の部屋から出てくるのを目撃した日。ああ、なるほど。日課になっていた就寝前のお茶を用意するため男の部屋を訪れた。男は何やら難しい顔をしており、名前を呼びかけても生返事をするばかりだったが、突然何かを思い立つ素振りを見せ、今から A に会いに行くと意気揚々に部屋を出て行った。A とは最近疎遠になっていたと男自身から聞いていたため、少し不思議に思っていたそうだ。その日から妙に男からの心づけが多くなったのだという。C が事情を聞くと、男は臨時収入が得られたと笑顔で答えたそうだ。C は具体的な話を聞こうとしたが、男にはぐらかされてしまったのだという。その態度は何か隠し事をしているようだったそうだ。C の仕事ぶりは丁寧で周囲の評価が高く、誠実な人柄に加え、麗しい。容姿について人気が高いそうだ。他の研究者たちから専属使用人の交代を何度か頼まれていたようだが、男は最後まで誰にも譲らなかった。まあ、とりあえず男と C はすごい信頼関係にあったっていうことだよね。A 本人から証言を得ることができた。A 曰く夕食後、最初男は A に金を借りに来たのだという。A は男が賭け事をしていて、普段から約束事を半湯まあ、とりあえず約束事を守らない気質を知っていたため断ろうとしたが、男の口調が徐々に脅迫めいたものに変わっていき、最終的には暴力を振るうようになっていたため、仕方なく金品を差し出したのだという。頬の傷はこの時男によってつけられたものだそうだ。A と男は出会った当初は意気投合して、関係は良好だったようだが、ある日を境に A が男との距離を置くようになったそうだ。A は賭け事や勝負事にめっぽう弱いタイプの人間で騙されやすく、研究者の交流会のあったお遊びで A はカモにされ大損をした。男との距離を置き始めたのも、これが原因だったようだ。それ以来、
A は滅多にギャンブルには手を出さなくなったと B が語っていた。男が罪人として拘束された数日後、A は高価な魔術具を購入している。希少価値の高い一品らしく、地道に貯めていた金で入手。役落としだと A は語っていた。うん。なんか難しいな。これは？ペンチ。大きなペンチだ。よく見ると、ところどころに血のような黒いシミがこびりついている。何に使っていたんだろう。まさかこれで指を。これだ。あ、また紙があるな。桃は古くから魔除けとして使われてきた果実である。なんとかこれを利用して、ここの怨霊から身を守れないものだろうか。桃？果物の？何か関係があるんだろうか。桃ね。これだけか。この部屋のドア。もうカードは手に入れてくるから、早く先に進んだ方がいい気がするけど。ちょっとさすがにこれで出てっちゃうわな。こっちは？このドアは鍵がかかってる。あとはないもんね、なんも。いやー、アイテム。いや、なんか桃ってこれかなと思ったけど、全然桃に見えないしな。ぶどう。んで？あ、またこれが近づけると。ここは関係ないんだよね、特にね。この人が有罪だと思ったら、指を折って刑罰を加える。無実だと思うならナイフを引き抜く。ああ、有罪、無罪。いや、今の話で、わかんない。俺正直わかんなかったんだよな。ノート。これは違うか。ちょっともう一回だけ読み直すか。研究員 B。まあ男が盗品を持っているのが見えたと。で、男は、いやまあ使用人、この使用人 C が犯人っていう可能性は？あれ？でもそもそも、ちょっと戻るよ。ちょっと待って、これ戻れない。戻れないのか。戻れないみたいですね。無罪ではなさそうに見えるんだよな、正直。これいろいろ書いてあるんだけど、まあ、A が魔術具購入したもなんか怪しいっちゃ怪しいし、金品を盗み出した。同質のもの。同質のもの？もう少し考えよう。ズミ。指を折ってみよう。嫌な音がする気がする。
ペンチが置いてあったはずと。あ、そのために使うのね。指を折ることにした。え？え？何？やあ！やあ！って言いながらやっちゃったけど怖っ。何やってんだ上白さん。え、私がこの人の指をへし折ると銀城さんが静止してきた。あれあれ、間違ってました。間違ってました。喋ってくれた。確かに有罪だと思うなら刑罰を加えるとは書いてあったけど、まさか何のためらいもなくやるなんてよくわかんなくてやっちゃったなんてとても言えない。惹かれてしまったかも。だけどそれをやらないといけないのがこの場所だから。有罪だと思ったなら刑罰を加えないと。ともかくこれでやれることは全部やったってことでいいのかな。おそらく他に行くところもないので戻るしかなさそうです。もう紋章のカードは手に入れているし問題はないはず。私たちは廊下のドアを引き返すことにした大丈夫かな。いいの？え、何？今のアンケートだったのかな、あれ。なぜムービーに？いや、怖い怖い。視点が怖い。怖いな、このちょっと下向き加減な感じと。何何何のためのムービーこれ。長いよ。え、なんだなんだあれ。あれは、あ、さっきの、うわ、こいつか。大きく振りかぶったあなたが私に振り下ろされ、おう、金、私、赤い床が生温かい、赤い生温かというお話。なんか間違ってた。あれ、あのまんま何もせずにやってても出てても同じだったかな。ちょっとやるだけやってみようか。まあ、バッドエンドもね、いろいろ見たいっちゃ見たいんだけどね。ちょっとね、音がグロいのが怖い。あ、まあ、時間ちょうどいいから一旦ここで切るか。じゃあ次ね、ちょっとそのさっきのところ、ちょっと選択肢選び直すところからもう一回やります。はい、なんだこれ。だいぶいったな。おお、すごいすごいすごい。はい、というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。さよなら。